マジでスパーリングとかやったら本当強いんで、ファン君は。もまあ、これ1階級落としてというところが1つポイントかもしれないとは思うんですが、ユーマさんどうですか？まあでもパン君はいつもストイックに節制してるんで、全然もう多分調子いい状態だと思いますそうですか、そうですか。まあ、重盛は実は日本人選手には6年半負けてない。だからこれパン選手が勝ったらその記録をストップさせることになるんですよね。重盛選手す強ごいい上手ですからね。徹底してますよね。本当に精密機械同士がやるような感じ。さて第1ラウンド始まりました。肌の色がいやいや黒いのが重盛。5ラウンドで見たい試合。本当そうだ。そうですね、そうですね。共にオーソドックススタイル、ジャブを放ったパン。あたりはまだお互い様子見と右のミドル。重盛選手距離がすごい上手です、ね、左ジャブとミドル前蹴り徹底しているので。すごい前蹴り。いやこれダウンではないですよ。こういうのってどうなんですか、精神的なものは。結構心理的にはちょっとまずいなって思うと思うんですけどね。常にね、前足がリズム取ってるので、ね、いつ来るかわからないですよね、はい、ミドルなのか前蹴りか。ペントグラウンドで見て。見たい。ミドルがいいな、シロム選手。ジャブを出しながらパンが出る。左のミドルを伸ばした重盛です。やり返すってところがいいですね。はい。お互いリズムの取り方が似てるので噛み合ってますね。あっという間に2分が経過しました。第1ラウンド見入っちゃうね、これは。大切な仕様が全然できない。これなかなかお互い隙を見つけづらいっていうところでしょう。これ崩れづらいですね。ですからこれ手数は出てないんですけれども、それはそれだけ隙がないということだったと思いますが、パンチをもっと混ぜていったらちょっと崩れそうですけど、はい、おお、重盛選手、いいな、ミドルが。右のミドルですね。もう第一ラウンド残り時間はほとんどありません。面白いな。右手を高々と掲げた重盛です。いや徹底してますね。亮太郎選手と橋本選手みたいのではないけど面白い。真逆ですね。本当にテクニックの蹴りの選手って感じ。そう軸が全然ぶれないこの試合。はい、重盛25歳、パン27歳。蹴りがちょっとでも重盛選手の方がうまく当たってたかなっていう。ミドルがそうですね、はい、あれちょっと先ほどちらっと見えましたが、パン選手の左の脇腹若干赤くなってますでしょ。赤くね、右の蹴りがね、一発でミドル入ったっすよね。パン君パンチと絡めていけばいいかなとは思うんですけど、はい、お互いもうガードも上手だから。そうですね。さて第2ラウンド、少しは展開が変わってくるんでしょうか。ラウンド2。
ファイナルの第2ラウンドです。レッドルール、かなりお互い足がよく飛んでくるようになってきました。今度はパンチを出した。いいですね、パンチ出るようになれば、はい、展開が変わってくるか。おー、ナイスミドルだ。右のミドルです。右のミドルです。重森の右のミドル、この足は取ったパンですが、掴めないんですかね。これ早いです。早いですね。赤くなってるですね。はい、なってますね。おー、上手。右のミドルです。ミドルがちょっと強いな。重森の右のミドル、今度は左、また右ミドル、お互いパンチを出しました。なかなかクリーンヒットというのはないですね。パンチが欲しいですね。はい、決してパンチを出したいというところはあると思いますが、両選手すごい駆け引きが多分あるんですよ、はい、この手数以上の、はい、向き合ってみないとわからないフェイントとかすごいですよね。残り30秒になりました。第2ラウンド、すごい見入っちゃいます。確かに3ラウンドでは足りないですね。足りないですね、これね。残りは10秒で、この10秒が経過するとあと1ラウンドしかありません。今度はパンが両手を高々と上げて赤コーナーに戻りますが、まあ、パンとしても思ったような戦い方ができているんですかね。ユーマさん、どうなんでしょうね。ローはコツコツ当たってるんですけど、重森選手のミドルが印象いいですね。印象が自分の中でまだやっぱ残ってるんで、パン君はパンチと絡めていけば、やっぱ単発だとやっぱ重森選手攻略されちゃうんで、はい、そうですね。重森選手は出すタイミングがうまいですね。ミドル、前足もどっち来るか分からないですよね。右か左か、スイッチが速くて。両方重いですね、ミドルね。左右のこれで終わっちゃうのか。はい、これで終わっちゃう。あの延長1ラウンドなんで、もしドローだったらもう1ラウンドありますけど、はい、3ラウンドだけか。ラウンド3ラストタイにいるような感覚になります、ね、タイ人は5ラウンド目だから ね、 そうですね、3ラウンド目から行くもんね。少し動きが出てきたんでしょうか。しかし別にこう攻撃を渋ってるわけだけど、なかなか突破口が見出せないだけなんですよね、これね。左のミドルを出す重森です。
攻撃終わりもすぐ基本姿勢に戻られるからお互い行くに行けないみたいな。はい、うん、おーファンが右用のパンチだよな。鉄パコはパンチっすね、蹴りはやっぱ重森選手うまいんでパンチで崩す。おー、細かいパンチを出しました。パンです。ちょっと圧力かけてきてですね。おーガードの上からですがパンチを出しているパン・リュンソン。重森選手はいろんなところ蹴りますね。そうですね、すごいですね。インローもローもお詳しいローも触診みたいな。残り時間1分、残り時間1分。じわっと出る重森です。相手にダメージを与えるような打撃っていうのはまだねないですもんね。残り30秒を切りました。第3ラウンドラストラウンドです。これ採点はもしこのままいくと難しいですね。難しいですね。ドローで延長ということも十分に考えられる展開かと思われます。こんだけ蹴り合う試合もなかなかないですよね。はいはい、面白かった。いや緊張しっぱなしのままでしたね。芸術作品みたいな。はいはいはい、蹴りで入らせないのがうまいですね。重森選手のミドルを取るか、まあはい、パン君パンチも当たってたし、ローも出てたんで。難しいですね、この判定は。できれば延長みたいです。見たいですね。お待たせしました。判定結果をお知らせいたします。ジャッジ賞30対28、青重森。2点差。ジャッジ山根29対28、赤パン。おお、やっぱ分かれます。見たい。おドロー見たいです。ジャッジ北尻見たいです。29対29。おお、三者三様。これがいいっすよ、ちゃんと決着つけないと。はい、延長になりましたね。大きな差がなかったのでね。全然2人とも疲れてないと思うんで、はい、いい判定ですね。難しいですよね、クリーンヒットがないと。ちょっと重森選手のミドルが印象良かったから、はい、もしかしたらと思ったんですけど、ちゃんとローとパンチの的確さを取ってくれた。コツコツ当ててましたね、パン選手。さてこの延長1ラウンド、ここはもうどういう展開っていうほどお二人に伺うのも難しいぐらいのね、流れですよね。これは重森選手6年半負けてないですからね。そういうことですよね、日本人に。パン君としてはそれを言い聞かせてあげたい。6年半負け絶対行きたいですよね、負けさせてくれ。パン君もうお互いも体も動くからエンジン全開でいってほしいです、爽やか対決。爽やか対決いいな。爽やかすぎませんか。さて爽やかに最後のエキストララウンド爽やかに激しくいってもらいたい。延長でこんな爽やかにいけるもんなんですね。俺ならもう吐きそうな顔してるけど。おー、
ガードの上からパンチを出す。パン。重森はまた考えすぎず行ってほしいですね。はいはい。手数打ったもん勝ちなんで延長は。そうですよね、はい。延長はそうですよね。ローがどれぐらい効いてるんですかね。ねラウンドで。ちょっと出てきたなパンキンが、出てきてますね。重森選手行きたい。右のミドル重森。パン君前に出てますね。出てますね。パンチがちょっと重森選手は少ないな。はい。でもロー結構コツコツ蹴ってるので、ね、はい、赤くなってますもんね。はい、おー、ナイスミドル。右のミドルです。おお、でもミドルいい。しかし右のミドル重森です。パンが前に出る。パンが前に出る。出る。ジャブを伸ばしました。まとめたいですね。ここはあと1分か。残り1分です。残り1分です。パンチ当たってるんですけどね。重森選手行きたい。どっち応援したらいいか分かんないです。そうですね、パンチの方がちょっと手数の感じはいいですね。はい、お、重森が今度はこのラウンド初めて前に出ました。おお、いい。あっと重森が出る。あ、パンも一人のミドルを返す。あっと重森の右ストレート、右のパンチ、パンチ出してきましたね。重森がようやくパンチを出してきました。ほとんどパンチを見せなかったんですが、ここにして重森のパンチ入ってますね。ここをまとめたら面白いよ。どうでしょう。残り10秒、残り10秒、出し切れるか。あっと重森のいい右が入った。綺麗なワンツーが重森選手の方が印象よく来ました。最後はいいパンチが決まった。重森最後の前半パン君、後半重森選手、最後の1分ぐらいでしたね。最後ちょっとクリティカルに、さてこの辺りが採点にどう出てくるんでしょうか。いや、もちろんパンも延長いい動きでしたよね。後半パンチ出たっすね。はい、いや、非常にハイレベルの、いやレベルがすごいです。ジャッジ北尻10対9、青重森。最後かな。最後印象良かったですね。ジャッジ賞10対9、青重森。ジャッジ山根10対9、やはり最後のまとまったパンチですか。最後の30秒印象良かったね。前半はパン君だったんだけど、押してましたね。クリーンヒットが、そうだね、重森選手ありましたね最後。いやー、6年半日本人選手負けなし、その記録を続けました。重森選手、いや、パンもいい戦いしましたよね。強いですよね。良かったです。再戦見たいです。そうね、今度はね、5ラウンドで見たいですよね。これですね、最後の方。はい、絶対どっちか崩れる感じですけどね。重森選手とかパン選手とやったら、でもお互いだったから、もう全然お互い崩れずみたいな。そうでしたね、いやー、かっこよかったです。敗れたりとはいえ、パン・リュンソン見事な戦いぶりを見せてくれました。勝ったのは重森。